2017年1月のドキドキ号プログレス、一条司が他を圧倒しナンバーワンを勝ち取った。一番大きかったのはもちろんグラチャーなんですけど、まあ、グラチャー後にも、まあ、グラチャーだけで1ヶ月終わるわけじゃないんで、まあ、必死に、まあ、グラチャー終わって、まあ、それでも半月ぐらいあったんで、まあ、そこで自分に何ができるかは、まあ、常に追いかけて、今回はまあ自分の実力でトップ10に入れて、で、まあ、全力で去年よりも挑めたイベントになったかなとは思います。でそれがまあ形に、まあ、僕の意気込みが数字に表れたところもあるかなと思います。1年前とは違う自身の成長を結果で示してみせた。まあ、十分戦えるところまで来たかなっていうのは、まあ、今年5年目なんですけど、まあ、5年目にして感じる反面、まあ、今はこうやっぱりまあ立場も昔とは違って、僕だけが輝ければいいっていう、もう思考が僕の中からもうなくなりつつあるんで、自分が輝いてなんぼっていうよりかは、まあ自分以外をどうやってこう輝かせるかっていうところにまあ重きを置いてることから言えば、まあやっぱりまだまだくすぶってる子たちの数の方が多いんで、もっともっとこうスポットライトを浴びる子の数が増えれば、まあ、お店も必然的に良くなると思うんで、まあ、危機感の方がやっぱ強いですね。2017年はプログレスのスタッフをより多くランキング上位に上げることを目指している。やっぱりこの人みたいになりたいって少なからず思っといてもらわないと、やっぱりこの人の店で働いても、まあ、あの人ぐらいまでしかなられへんねやろな、あの人ぐらいしか稼がれへんねやろって思われたら、いい環境を求めてやっぱり下の子たちってどこか行ってしまうんで、やっぱりそれには自分自身の数字は当然やっぱり必要かけてます。そしてスタッフに目標とされる自分を目指している。2017年2月の月間売上ランキング、第20位 What's up 山城大輝、第19位スペード神崎ルナ、第18位ドキドキゴーセカンド小畑楓、第17位ドキドキゴープログレス桜井俊、第16位ドキドキゴープログレス一条司、第15位スペード相沢拓、第14位ドキドキゴーファースト橘豪樹、第13位ドラゴン深津蓮、第12位ドキドキゴーファースト松岡テル、第11位ドキドキゴーセカンド有安徹、第10位から4位の発表。第10位4ランクダウン、大阪生まれドキドキ育ちドキドキゴーセカンド万歳高博、第9位4ランクアップ 100% 純ドキ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 ゴーセカンド高見春、第8位11ランクアップ登る新生ドキドキゴーファースト松吹空、第7位8ランクアップ進出鬼没の貴公子ドキドキゴーセカンド新名友和、第6位18ランクアップ空前絶後のイノホストドラゴンハレルヤ優勢、第5位3ランクダウン2016年度年間王者スペード三角区、第4位1ランクアップ南のナポレオンワッツアップ瞬間アクト、2月のトップ3となったのはこの男たち。
プリティワンランクアップ南のディープインパクトドキドキゴーセカンド五代総一第1位ツーランクアップ百戦錬磨のトップランカードキドキゴーファースト矢吹雄太